大変なのは飲食店だけじゃない。生産者のことを思う料理人の新たな取り組み。本記事の執筆者、寺脇さんが Facebook ページを立ち上げ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請により始まった福岡のテイクアウトやデリバリーの情報を発信し始めました。その活動を進めていく中で、寺脇さんは他とは少し異なる活動を始めた2人がいることに気づきます。その活動とは、2人の熱い思い、ぜひご一読ください。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請により、飲食店に空席が目立ち始めたのは今から1ヶ月ほど前のこと。要請はされるものの、保証のことは明示されず、飲食店の店主たちは休業を決断したり、テイクアウトやデリバリーなどを始めたりと、店や従業員を守るためにおのおのができることを模索し始めました。マスコミも飲食店の苦境を伝え、飲食店のテイクアウトやデリバリーを応援しようという動きも活発になっていったのです。本記事の執筆者本人も Facebook ページを立ち上げ、福岡のテイクアウトやデリバリー情報を発信し続けてきた一人ではありますが、その活動を進めていく中で他とは少し異なる活動を始めた二人がいることに気づいたのです。その活動とは、食材を販売するというもの。料理のテイクアウトやデリバリーではなく、食材の販売に舵を切った2人に話をお聞きしました。寿司よりも魚をたくさん販売できる方法を考えました。福岡高砂にある寿司幸徳は、昨年発行されたミシュランガイド福岡、佐賀、長崎2019特別版で一つ星を獲得した名店だ。海外のお客様は3月に入った頃からキャンセルの連絡が入り始めたものの、国内のお客様はそこまで影響はありませんでした。3月末に志村けんさんが亡くなられて、その頃からガラリと変わった感じがありますね、と店主森下幸徳さんは言う。県外のお客様もギリギリまでどうにかして来ようとしてくれたものの、どうしても難しいと泣く泣くキャンセルする人が増えてきたある日、森下さんは友人と話していて、自宅で美味しい魚が食べられたらいいなと言っていたことが気にかかっていたという。森下さん曰く、彼女はこの店のコーディネートなどを手伝ってくれた人で、主婦でもあるのですが、主婦目線で自宅で美味しいお魚が食べたいと言われたんです。いつもお世話になっている福江島の林鮮魚店さんに状況を聞いてみると、売り上げが9割落ちていると言われていて、東京豊洲の仲買人さんからも、買い手がいないから魚の価格が崩れているという話も聞いていましたし、ここで仕込みをしている時にふと魚を売ればいいじゃんと思いつきました。林鮮魚店さんは漁師さんが取ってきた魚を競りで落とし、全国各地の寿司店のほか、フレンチやイタリアンなど名だたる飲食店へ直接魚を届けているが、取引先のほとんどが通常営業ができず、注文も入らない状況。いつもだったら、こんな魚が上がっているけどどうする？と直接料理人に電話をすることもあるが、その電話すらかけることができないという話を森下さんは聞いていた。自粛するにもみんな家で肉や魚を食べますよね。うちは寿司屋なので寿司のテイクアウトをすることもできましたが、寿司だけでは魚をそんなにたくさん使うことができませんし、焼いたり煮たりしたものを持ち帰って温め直すよりも、食べる直前に調理した方が絶対に美味しいはずです。魚は下処理が難しいと言われる方も多いので、私がきちんと下処理すればある程度売れるのではと考えました、と森下さん。一方で、これまでプロの仕事をしてくださっていた漁師さんたちが
漁に出ることができなければ生活することもできなくなる。これまで循環していた流れを可能な限り守りたいという思いもあったそう。森下さん曰く、こだわった仕事が施された魚は一般の市場に売り先がありません。だからこそ私たちが買うのは当然のことですし、時間をかけて考えることよりもまずは行動することが大切だと考え、4月10日からこの活動をスタートさせました。常連さんにメールをしたり、 Facebook や Instagram で発信したり、この森下さんの活動は瞬く間に知られることとなった。普段はプロが使う魚を買うことができる。自分でさばくのは難しいからさばいてくれるのはありがたい。クオリティの高さに反してびっくりするほど安いといった声が口コミで広がり、森下さんは想像していた以上に多忙な日々を送っている。森下さん曰く、魚が苦手だった子供さんがうちの魚は食べられたという話も聞きます。スーパーで売られている魚とは違いますからね。ある意味魚の価値を見直してくれるチャンスかもしれません。5月6日までで緊急事態宣言が解除されたとしても、すぐにお客様は戻ってこないでしょうし、魚の値段が元に戻るにも時間がかかるでしょうから、しばらくはこのような形で魚の価値を伝えていく活動をしていくのも面白いなとも思っているんですよ。この森下さんの活動について林鮮魚店の林智美さんに話を聞くことができた。林さん曰く、3月は3割から4割減でしたが、4月に入ると売り先がなくなりました。冷凍庫もいけすもパンパンです。そんな中で森下さんは、今うちの魚を全国で一番買ってくださっていて本当にありがたいと思いますね。このお話をいただいた時は涙が出るほど嬉しかったんです。うちから送った魚は森下さんが手当てすることによってさらに価値を高めてくださっていると思いますね。うちとしても売り先がなくなってしまうと困るので、ちゃんと利益を得てほしいのですが、ほとんど利益はないのではないでしょうか。東京のお客様はすでにお店を閉められたところがたくさんあります。また豊洲の魚屋さんもだいぶなくなってしまうと言われています。かなり厳しい状況ですが、私たちが踏ん張ることができれば、飲食店さんが続いていてくれる限り売り先はあります。一日も早くこの状況が収束して、これまでのように魚を送ることができるようになってほしいですね。現在週に 1,2 回林鮮魚店さんから魚が届く。届き次第 Facebook や Instagram に情報が公開されるので、興味のある方はこまめにチェックしてほしい。美味しいお肉を自宅で楽しむ文化を育てていきたい。続いて訪れたのは六本松にある清木ひとしな。平尾にある小料理とステーキの店清木の姉妹店で、昨年12月にオープンしたばかりの店だ。通常営業時は赤身肉フィレステーキと土鍋ご飯定食を提供し、行列ができるほどの人気を誇っている。3月末までは特に影響はありませんでした。志村けんさんが亡くなられてからですね、様子がおかしいぞと感じ始めたのは、と話すのは店主の水田正弘さんだ。老舗のフランス料理店レストラン花の木でシェフを務め、エスニック料理店モンアンエスニックの料理長を経て独立を果たした水田さん。清木の主役にステーキを据えたのは木下牛と出会ったからこそと水田さんは当時を振り返る。水田さん曰く、清木をオープンして約2年、ここまでやってこられたのは木下牛を生産する木下牧場さんのおかげです。木下牛を使わせていただいている全国各地の料理人のグループがあって、約40人が LINE で情報共有をしているのですが、
そこに出てくるお肉の約半分を私が買っている状態になっていました。その状況を見ていて、この状況は良くないなと、食材の流れを止めてしまったら収束後に困るのは私たちです。肉屋をすればもっとたくさん肉を購入できると考え、完全に食材の販売にシフトしました。畜産というのは月単位で出荷する予定から逆算して牛を育てていく。通常和牛は出荷するまでに28ヶ月を要するが、木下牧場では最高の状態になるまで育て続けるスタイル。36ヶ月で出荷ということもあるそうだ。今最高の状態を迎えた牛がいても、買い手がいないとなると、これまでの流れが変わってしまうことになる。水田さん曰く、出荷がずれてくるとその後の流れも変わってきます。生き物を相手にするということはそういうことなんですよね。あんなに美味しい牛が食べられなくなってしまうことは絶対に嫌なので、利益がなくても売り続けようという感じでやっています。食肉を販売するには食肉販売業の許可が必要だ。実は水田さん、ここ清き一品を作るにあたって、テイクアウトもできるようなハイブリッドなお店にしようと独立した作業場を設けていたという。水田さん曰く、新型コロナウイルスのことが報道されるようになってから、これは日本でも影響が出てくるぞと感じたので、2月頃からテイクアウトのお弁当などの試作をし始めてはいたんですけれど、しっくりこなくて、次に考えたのは2店舗を閉めるということなんですけど、そうなると木下牛の流れを止めてしまうことになります。お店が営業できなくなったらお肉を売ろうというのは結構早い段階から考えていて、3月中旬にはショーケースを注文していました。この状況が3年続いたとしても、お肉屋さんだったら営業し続けることができます。生産者さんとそのままお付き合いし続けることができますし、今を生き延びるというよりも継続的な視点で考えているんですよ。今回の水田さんの決断に対して、生産者である木下明弘さんはどう感じているのか話を聞いた。木下さん曰く、新型コロナウイルスの影響は2月頃から少しずつ出始めました。お付き合いのある飲食店さんが休業されるようになってきて、出荷を調整するようになりました。このような状況の中で、自分たちのことだけではなく、私たち生産者のことを考えて動いてくださっている清木さんには感謝しかありません。私たちの仕事は飲食店さんがあるからこそやっていけるんです。お店の皆さんが頑張ってなんとか食材を動かしてくれようとしてくださっている動きがあるので、テイクアウトなどでも使っていただけるような通常よりも価格の安い経産牛などを出荷したりもしています。今は私たち生産者側も待っているだけではなく、飲食店さんに対してできることをもっと考える必要があると感じています。このお肉なら安く出荷できますよ、この金額だったら買えますかと LINE のグループで投げかけて、お互いに落としどころを探そうとしています。清木さんが私たちのことを考えて動いてくださったことが、自分ができることをしようというアクションを起こす起爆剤になりました。木下牧場では年間約60頭の牛を育て、その約半数が木下牛として出荷されているが、その中でも選ばれた 3,4 頭が極み牛として出荷される。通常この極み牛は名だたる飲食店に出荷されるため、小売りをされることはない。その極み牛が今回清き一品で販売されることになったという、水田さんの思い、その思いに応えようとする木下さんの気持ち、そのおかげで私たち福岡人が
極上の肉を購入できるようになるというのは本当にありがたい。お肉屋さんが飲食店をすることはあるけれど、その逆ってなかなかないですよね。最初は木下牛の流れを止めたくないというところから食肉販売という発想を得たのですが、今は福岡の人々が自宅で美味しいお肉を楽しむ文化が息づくといいなと考えるようになりました。プロの料理人がお肉を販売するからこそできることをやっていきたいと思っていますと西田さんは笑顔で語ってくださった。生産者を思い食材販売と舵を切った寿司幸徳と清木仁品、その活動は生産者を支援するだけでなく、彼らにとっても新しい価値を見出す機会にもなっている。寺脇さんが運営する Facebook ページ福岡版コロナウイルスに負けずに頑張る飲食店を応援するはこちら。